先月行われた東北地区学生アイスホッケー選手権大会で優勝し、2年ぶりのインカレ出場を決めた八戸工業大学アイスホッケー部が、熊谷雄一八戸市長を表敬訪問しました。表敬訪問したのは、八戸工業大学アイスホッケー部の本間隆監督と大坊和樹首相、本堂翔太副首相、諏訪辰樹副首相の4人です。 八戸工業大学アイスホッケー部は先月行われた東北地区学生アイスホッケー選手権大会で7年ぶりに優勝し日本学生氷上競技選手権大会インカレへの2年ぶり17度目の出場を決めました表敬では熊谷雄一市長に優勝とインカレ出場を報告し今月25日から始まる全国大会に向け 本間監督が東北の代表として恥じないプレーをしていきたいと述べましたまた大坊首相は最後まで全力で戦い抜きたいと決意を語りましたこれに対し熊谷市長は楽しむつもりで思い切ってプレーしてください応援していますと選手たちを激励しました <laughs> 日本学生表情競技選手権大会は今月25日から 北海道帯広市で開催され八戸工業大学は1回戦、早稲田大学と対戦します。